将棋サトシフット二冠が王位を奪取した第61期王位戦7番勝負西日本新聞社主催の封じの封じ手3点を日本将棋連盟が14日オークションサイトに出品したところ初日から1000万円超の高値がついた。収益は西日本新聞民生事業団を通じ7月の九州豪雨被災地への救援金に充てる予定。オークションは20日夜まで。同連盟が出品したのは木村元明前王位と藤井二冠が記した第2局から4局の封じ手用紙計3点。第2局直前の7月上旬に九州豪雨があり木村王位当時がチャリティーを提案。14日正午から3点を出品したところ、同日午後6時時点で計約2000万円の値がついた。最も入札が多いのは福岡市で行われた第4局、8月19日、20日、藤井棋聖当時が勝負をかけた87、同日正の封じ手だ。大盤解説会での豊川孝弘七段による同飛車と同飛車台をかけたダジャレ同飛車台額がツイッターでトレンドワードとなったことでも話題となり、初日は約1000万円に。残りの封じ手も高値更新が続いている。連盟によると会場で催される大盤解説会などの後封じ手をオークション形式で販売することはあり、相場は高くても1点10万円程度。ネットオークションは初めてという。同連盟は予想外の値に驚いている。被災地に役立つことができればありがたいと話している。封じ手は2日制の対局で公平性を確保するために行う。初日終了時の手番の対局者が中断中も次の手を考えて有利になるのを防ぐため、あらかじめ次の紙に記し保管。2日目の再開時に開く。藤井聡太二冠の封じ手。チャリティーオークションで1000万円超え。7月から8月に藤井聡太二棋聖18と木村元明王位47、肩書きはいずれも当時が対戦した将棋の王位戦7番勝負第2局から4局で使用した封じ手用紙3通分のチャリティーオークションが14日に始まり、同日午後7時30分には最高入札額がいずれも1000万円を超える大盛況となった。封じ手は2日制の対局で第1日を終えた時点の手番棋士が指し手を指定用紙に記入するもの。通常は2セットだが、今回の王位戦では木村の発案により第2局以降は3通に記入。うち1通計3通をオークションに課長にかけ、7月の九州豪雨被災地への救援金として提供することが決まっていた。第2局の封じ手は藤井にとってタイトル戦初の記入分。第4局はタイトル奪取を決めた決着局での封じ手だった。オークションは20日に終了。